今日の企画はショーマイメイクです。今日じゃない、萩原舞のメイクを教えちゃいたいと思います。はい、じゃあ早速教えますね。とまずですね、ポイントはこれなんですよ。じゃん。これはハイライトなんですけど、すっごいきめ細かい、こうなんかパウダー的、なんていうんですか、キラキラ光るものが入っていまして、ライト映っちゃってますね、すいません。映ってなってまして、ここの下に、ここの目の下に白いのを塗ると、こうファッてこうなんか明るく見えるっていうか、こうなんかちょっとやっぱハイライトなんで、ちょっとこうなんていうんですか、キラキラして見えるような感じがするので、はい、これはおすすめですね。そしてこれですね。私は口の色を衣装とか自分の気分によって変えるんですけど、まずこれはピンクなんですけど、このピンクの色、今日はピンクにしたんですけど、ピンクこの色ほんと可愛くて、こうなんかちょっとなんか自分変えたいなと思う時にピンクにしたり、いつも基本はオレンジ、赤オレンジみたいなのを使ってます。はい、そんな感じで、まあ他にもいろいろあるんですけど、まつげをすごいガッと上げたりとか、ラインをすごく太く引かないとか、そんな感じで萩原舞のメイクは成り立ってます。シャドウはすごい濃くしすぎないで、このシャドウでここはあんま塗んないで、ここだけこう濃く塗って、ちょっと垂れ目じゃないけどそういう風に見せて、やったりとかシャドウはしてて、まつげはまずこのロングをちょっと使って、こうポイントがこうやって基本こう多分塗る方が多いんですけど、こうやってこう頭を揺らしながらこうまつげをこうやると伸びる気がするんですよ、個人的に。まつげが入るとこからグッてこう持って、こうやって頭を揺らしながらこう伸ばすんですよ。こうやってやるとここがちょっと伸びたの分かりますか？あともう一つ言っていいですか？多分塗りすぎるとダマになっちゃうんですよ、マスカラをしすぎると。なので私は必ずホットビューラーを使って、まあ、ここちょっとないんであれなんですけど、使ってこう上げてますと綺麗に上がるので、まずビューラーをしてマスカラをバーって塗って、その後にこうやってこうホットビューラーでこうやってこうなんか上に上げるようにこうやってしてます。これいいですよ。あとはこのホットビューラーいいです、これ。そうですね、チークはオレンジとピンクを使ってて、髪の毛を染めてからピンクだけじゃなくてちょっとオレンジを入れるようにしてて、まずオレンジをつけてこうなじませて、いろんな人がいるんですよ、チークの塗り方。ここに塗る人もいたり、バッてこう大きくやる人いたり、こうここになんかチークつけたり人がいたり、なんかシュッてこうなんか人がいるんですけど、私は別になんか普通になんかここら辺にこうやって塗ってます。はい、こんなメイクになるのでぜひ試してみてください。ベリーズ工房の久保エリナです。さあ今日はショーマイメイクということで、私のメイクテクニックを紹介したいと思います。そうですね、普段私はそんなにメイクは普段適当でもう10分ぐらいでやっちゃうんですけど、でもその中でも一番気にしてるのがアイメイクです。ですね、まずアイメイクはシャドウをこう一番重視してるんですけど、なんて言うんだろう、これをよく使ってるんですけど、ブラウン系を入れて、あと私黒目がちっちゃいんですよ。この中の黒目がちっちゃいのがちょっとコンプレックスというか気になるので、それを改善するためにこの何ですか、黒目のこの下のところにこうアイラインを入れて、入れるとちょっと大きくなるので、そういう工夫をしています。
あとはアイラインです。アイラインが一番、これがおすすめです。これをこう細く、なんていうんですか、中も引いて、あまり太くならないように引いて、こう伸ばしてちょっと垂れ目っぽくするのがポイントです。こんな感じです。まつげはちゃんとがっつり上げます。で、ホットビューラーとかは使わないんですよ。もうビューラーでガッと上げて、マスカラ塗って、ちょっと私マスカラ塗る顔がひどいんで、やばい。いや、ちょっと今日は普通に抑えめにいきます。普段メイクするときは顔がいろいろ多分変顔になっていて、そっちの方がでもメイクがよく乗りやすいんですよ。もうそんなの変顔とか気にせずメイクしてます。やったことなかったね、企画。なんか恥ずかしいですね。はい、私久間由里奈はこんな感じでメイクをやっています。ぜひ参考にしてみてください。以上、久間由里奈でした。バイバーイ。ベリーズ工房の夏焼きみやびです。今回は商売セリフメイクを行います。はい、ということで、私夏焼きみやびのメイクのポイントとかは教えちゃいたいと思います。そうですね、私はまあ基本チークとか、あとはそうだな、ラインとか、そういうのが大事だなと思っていて、チークは2色ぐらいいつも混ぜて使うんですけど、まあ最初はこのオレンジピンクみたいな、ちょっと周り汚いんですけどちょっと粉が舞ってますけど、この色がすっごいお気に入りで、なんかまあいろいろ今チークの入れ方とか流行りがいっぱいあると思うんですけど、私は、まあ、ちょっとこう丸い感じに入れて、横にこう入れてます。なんかこうやって入れる子もいたり、ここだけに入れる子もいるんですけど、私は今日はこの辺に入れてます。はい、まあイメージはこんな感じでくるくるって。はい、そしてもう一つはマスカラなんですけど、私はマスカラは黒じゃなくて茶色をやってるんですけど、これほら茶色なんですよ。黒も一応持ってるんですけど、そう、これは茶色で、なんか黒を塗るよりも茶色塗った方がなんか目がこう柔らかく見えるっていうか、そうきつくなりすぎないっていうので、私は一つのポイントとしてこの茶色いマスカラおすすめです。はい、これ自まつげなんですよ。なんかみんなにいつもエクステとかあるじゃないですか、つけまつげとかだけど、なんかそれをいつもつけてるって言われるんですけど、これマジのガチまつげです。そうなんですよ、意外に長いと思う。そう、まあこんな感じで塗っていきます。まあポイントはダマになっちゃいけないってことですかね。ダマになるとダメなんです。はい、どうでしょうか。そして今日のリップはこのオレンジっぽいリップ、口紅ですかね、とプラスこの薄いピンクのグロスを塗ってるので、もう今オレンジ塗っちゃったからこのグロスを塗ります。はい、これはこのグロスね、あれなんですよ、
塗るとちょっとあのピリピリするんですよ。だからこう時間が経つと少しこうぷくってするんです。これはね、女子は欲しくなっちゃいますか。これすごいいいですよ。はい、ということで私夏焼きみやびのメイクはこんな感じでいつも完成しております。そうですね、皆さんも女の子はね、洋服とかに合わせてちょっとこう色を足してみたりとか、マスカラも茶色を試してみたりとか、いろいろチャレンジして楽しんでください。そうですね、女の子はメイクでより可愛くなれるので、みんな一緒に頑張りましょう。さあ、今回はくまいちゃんタイトルをどうぞ。しょうまいセルフメイクです。イエーイ。よく言えました。私言えませんでした。ということでやったんですけども、はい、撮影ちょっといつもと違う感じで、うん、写真見たけど、うん、どうだった。なんか細かく、うん、こう目だけとか口だけみたいな感じでやって、なんかあのそんなにアップで自分の目見てなかったから、う、あ、もうちょっとなんか綺麗にマスカラ塗ろうって思った、うん、思ったけど、それを結構なんかバサついてるなって、うん、いや、バサついてた。すごい、ちゃんとしようって思った。ほんと普段さ、メイクとか適当なのね、うち。なんかシャドウの入れ方とか、そう、シャドウの入れ方とか気にしなかったけど、こう目閉じて撮影した時にぐちゃぐちゃだったの。本当に気をつけなきゃなって思った。でも本当に細かいとこまで本当バッチリ見えるから、うん、なんかこうみんなに見られるのがちょっと恥ずかしいなとか、うん、ね、なんかあ、これ教えちゃったなとか、あ、あるね、こういう、ね、そうそう、メイクしてましたね。結構細かく今回はやらせていただいて、はい、まあちょっとね、皆さんに知っていただけちゃうという。そうだね、ね、新しい感じで、うん、はい、写真もいつもと違うと思うので、はい、皆さんぜひチェックしてください。よろしくお願いします。